皆さんこんにちは。先ほどトゥデイのフロントタイヤ、そして、エアフィルターだのドライブベルトだのを交換していた店長武蔵の仲間でしたが、さあ終わったということで迷彩作ろうって迷彩を作ってですね、やれやれ、あ、そういえばもう一台の、何々、その同じ会社のね、もう一台はどうなってるかな、最近見かけないなと思ってですね、見たら去年の9月にオイル交換に来てから来ていない。あ、ベルトとかいつ変えてるんだろうな、結構もう1万何千キロ普通に走っちゃってる、これは変えた方がいいですよって言った方がいいななんていうことを思っていたら、ブルルルってなんかね、スクーターの音がしたんですよ。で、あ、どなたかなと思ってね、見かけたところ、それではなかった。ただトゥデイリアタイヤ交換ね、ありがたいことでございますよ。はい、先ほどフロントタイヤね、こっちはあの塗装を見ていただければあります、分かりますが、キャブ車ですね、1型っていうんでしょうか、それでございます。うわ、暗くて見えない、ね、ね、いいですよね。何がいい？タイヤ交換いいですか？いいですよ、だってタイヤ交換すればね、お金が入ってきますから、やっぱりね、もちろんね、YouTube の広告収入がもしいっぱい入ってくるんであれば、それに越したことはないわけでございますが、店長の餌、おやつぐらいは入るかもしれない。なんてこと言って。ね、よしね、まずね、私はね、もう取っちゃいます、マフラーは。もうね、ずらしてっていうやり方も後ろできると思うんですけど、取っちゃいます。さあ、そしてこれです。で、これあの実はね、年末に一回ね、点検してって言ってあのお見えになったん で、その時に、あれです。よいしょ。その時にあのエアフィルターとか見たんですけど、エアフィルターね、汚れてたんですけど、在庫持ってなかったんですよ。で、インジェクションのは持ってるんですけど、今緩めちゃったじゃないですか、マーキングする前に。そう、インジェクションのは持ってるんですけど、キャブ車とインジェクションね、微妙に形状違うんですよ。おかしくないですか。で、結局ですね、で、あ、すいません、ないんでっていうことで、え、ないのっていうことだったんですけど、とりあえずですね、取り寄せておきますねってことで、はい、取り寄せてあるんです、あるんです。だからエアフィルターも交換ですねっつってですね、うん、分かった、じゃあやってっつって、いいですよね、そうやってね、あの普通に、うん、じゃあそれもじゃあ交換してって言ってくれ、いただける、ありがたいことでございます。そんなにね、いくらかかんのとかね、あんまり聞かないんですけど、聞かれない方なんですが、ね、もしね、10万円ですなんて買えないんですか、そんなするのってなっちゃうんですよ。エアフィルターは1000、インジェクションの1440円の消費税でしたね。やりづらい、ここに何かあるとやりづらい。こんなんじゃ緩まないな。力が入らない。少しショックを与えたからインパクトでいけますか。インパクト最大にして、結構ねインパクトで緩まないんですよ、トゥデイさんのボルトね。まあ、スムーズだなこれ、これやけにスムーズだな、いいことじゃないですか。マキシスだから、これうちで、前回うちでやってないな、どこでやったかどうかっていうのは別にいいんですけど、そんなね、うん、どこで やろうが、これはいいんでございますが、バルブがね、ストレートバルブがついてるから、これは L 型に変えちゃいますね、変えさせていただくと、はい、これ空気、バイク屋さんだったら空気入れられますけど、ガソリンスタンド入れられないんですよね、L 型ね、ストレートバルブはね。ちなみにマキシス落ちますかね、簡単に。あ、マキシス落ちそう。
ね。で、地道にね、いや、だってタイヤ交換、今年に入って初めてですよ。はい、私ね、あの友人のバイク屋さんにね、あの遊びに行くじゃ、別に遊びに行ってるわけじゃない。ちょっと行くじゃないですか。ちょっとね、立て続けに何台もやってるんですよ。はぁと思って、羨ましいなぁなんてね、指を加えて見てたんですけど、やめよう。慣れてないことはしない。リードブレーカーを使おう。まさか、今日2回目とは思えない。いやぁ、トゥデイのタイヤ買っとかないと。ね、まあ、あ、結構粘るじゃないか。いやぁ、嬉しいなぁ。あの、よいしょ、トゥデイと、トゥデイじゃない、またスイッシュがね、やっぱりほら、いつまでも借りてるわけにはいかないので、返しに行こうかななんて思ったりはしたんですが、まあ行かなくても大丈夫ですね。そういう、違う。で、あの、今度はね、NMAX と比較したりとか、ね、ちょっとやったわけですが、そんなことをね、やってんで、ああ結構錆びてる中が、このタイヤ、このホイールは中が錆びですね。まあ、外観もね結構ね、まあ確かにね、あの来てるんですけど、うん、これ違うやり方でやるか、普通にこれで返すとダメだよね。これで返すのはできないわけだから。なんかちょっと変わった、普段とは違うやり方をやりますか。こうやってこうか、ね、こうやってこうか、ね、そして慣れないことをやる、ろくなことないんですけどね。ろくなことないって言ってあんまりよろしくない、よくなかったりするわけですけど、うん、なんか失敗したりね。あ、入らない。これはダメだな。これが使いやすいんですかね。ここまでいってるから。を試してみたい。皆さん試してみたいと思わないですか、いろんなやり方。タイヤ交換一つでもですね、いろんなやり方があるみたいなんですよ、うん、私はデータの動画とか見ると面白いんですよ。あ、そうやってやってんのっていうあるんですよ、うん、私もね、誰かに習ったわけではないんですよ。うん、見よう見まねでね、いわゆるほらバイク屋さんで働いてたわけじゃないので、だからもしかすると、そのやり方おかしいんじゃないのっていう場合もあるわけですよ。うん、やっぱりね、バイク屋さん、どっかでやっぱりね、バイク屋さんにやりたいっていう場合はやっぱりどっかでね、働いた方がいいですよね。それはあの作業だけでの話じゃないんですけど、やっぱりこう習う、なんていうんですかね、経営っていうのもありますからね。あとどうしても客商売ですので、どうしてもね、お客様との接客だとかいろんなのもあったりとか、そういうことを考えると、何もないとこから自分で勝手にってんです、自分で始めるっていうのはやっぱり敷居が高いのかなと。まあ遠回りしますよね、結局ね。みんなね遠回りですよ、うち、私は。はい、もう
バイクの免許もね、結局教習所行ってないからね、遠回りしてますしね、お金はかかってないかもしれないですけど、やっぱり教習所行ってちゃんと習ってやるのが一番いいですよ、うん、で免許取って、で免許取った後もそういうこうライディングスクールみたいのに行ってですね、結局自己流でね乗っても、まあそれはそれでもちろんねいけないわけじゃないんですが、で結局事故っちゃったりね、うん、で私も何度も事故ってますから、オートバイでもそうですね、何回か事故ってますよね。ってことは車で事故ってるんだろ、うん、車はいっぱい事故ってますね。まあそれはいいんですけど、うーん、もちろんね幸いそのなんていうんですか、まあ今はねこうしてやってるわけですけど、さて、こうこうだな、こう入れた方がいいですね。でこれもね一度に2箇所、あ一度に2箇所って変ですけどね、片側から普通に、普通かどうか分かんないですけど、片側から入れていくじゃないですかね、こうやってね、うん、一度に2つ入れちゃってる方がいる、見たんです。一度に2つ入るの、入れるのって、分かります言ってることが、一度に2つで入れてるんで入ってるんですよ。2つ一緒に入るんだと思って、私は一回真似したことがあります。はい、で確かに入りましたが、やっぱりねちょっとね無理感があるんですよね。でタイヤにもよるのかな、うん、柔らかいタイヤだったら入るけど、硬いタイヤはやっぱ厳しい、ダンロップとかやっぱ硬いからやめる、ダメ、もう一回出す。今ちょっと試してみましたけど、無謀なことはしないですね、地道にやる。自分のバイクだったらいいけど、お客様のバイクでやるっていうのはよろしくないですよね。よし、でね、練習はやっぱり自分のバイクで練習しなきゃダメですよね。そりゃそうですよ ね。本当は本当はって変ですね。やっぱりバイク屋始めたりするとこう自分ね、やっぱり自分のやつが好きで大体やってる人だと思うんですけど、どっかで習う、仮にね例えば、まあ、うちは誰も雇わないですけど余裕がないので、例えばアルバイトでねちょっとって言ってもみんながみんなできるわけじゃないですからね、作業がね。やっぱりタイヤ交換だって車体からまずねホイール外して、それでさらにねタイヤをついてるタイヤ外して入れるっていう一連の作業を誰でもね、バイク好きな人なら誰でもできるわけじゃないんで、それ考えるとそういう作業ね、バイク屋さんと教えたりとかね、もし人を雇うっていうことでありますよ、そういうことになりますよね。入らない、ちょっと硬いタイヤだな。どうしてじゃあこんな硬いとか言いながら使ってるかっていうと、安いからダンロップ安いんですよ。安くてね、やっぱりダンロップだから別にねいいじゃないですか。やっぱりね、お客様もやっぱり、あ、ダンロップならって、でそれがやっぱりほらいろんなメーカーありますけど、やっぱりね知らないメーカーだとねっていう感じもあると思うので、そういうことを考えると、やっぱりこの D307 っていうタイヤはいいのかなと硬いですけど、上がったらポンって最後に上がりました。
もう少しでも焼いてた方がいい。本当はエアバルブ外してやった方がいいんですよね。それ一気にバンって上がるんで。あ、ここ上がりがいまいちだな。パンパン。やば、抜かないと、ね、抜いて、そんな感じですね、うん、やっぱりそうなると大変ですよね、うん、例えばほらアルバイトね雇うっていうことは、例えば時給をねお支払いするっていうことで、やっぱり、まあ、千葉県の最低は今890いくらなんですかね。だから大体900円とかね、そんな感じなんですけど、やっぱり1時間900円をお支払いするということはですね、大変なわけですよ。恥ずかしながらですね、うちでは払えない。無理ですね、雇えないですね、それね、どう考えてもね。このタイヤ交換ね、今日は2本ありましたから、ちょっとなんとなくね、この2本ともね、やってもらえれば、はい、時給、まあ、900円であれば、1日6時間ぐらい働いて6,50? 厳しいな。それだと厳しいですね。厳しい。それで お支払いしてしまうと5400円ね。うちの光熱費だとか、あとそういういろんなのがあるんで、それだけだとダメ。だからこのタイヤの交換とかを1日、まあ、4、5本やっていただくと。ね。で、それだったらいける。毎日4、5本、まあ、できれば10本ぐらいあるといいですよね、タイヤ交換。あとオイル交換もとかいろんなのもありますけど、それを全部含めて、ね、6時間みっちり働いていただいて、やっとお支払いできるかなっていうのが現実でございます。緩めてる方にしたからです。緩める方はいいんですよ。これね、緩めるときに締める方にやっちゃうと大変なことなんですね。そんなことをね、ばっか考えますよね。で、ほら、時給で、仮に時給で900円で、6時間ですね、もし自分が働くとしたらね、って思いますよね。思いますよね。そんなにしてくれないの？しかも6時間もいてさ、5400円なんだよってなりますよね。うん、と思います。やっぱりそうすると1000円。でも1000円でもな、って思いますよね。それが現実ですよ、うん、ただそれが雇う側からするとそうじゃ実、そんなに払う大変ってなるんですよね。不思議なもんですね。だからね、やっぱりこうやった方がいいんですよ。自営でもまあ何でもいいんですけど、経営っていうのをやると、もしやっぱりうわお金稼ぐのって大変なんだなってことが分かるんですよね。ね、
いいですよね。だってほら YouTube だってそうでしょ。みんな YouTuber っつってうわーっつってね、もうお金いっぱい入ってくるんだ、もう会社なんかもうバンバン買えるんだぜなんてわけないわけですよ。ね、そんなのはね、一部のね、本当にトップの一握りの人たちだけですよ。どの世界も一緒ですね。うん、スポーツの世界だって何億円だのもらってるのは一部で、多くはねギリギリクビになるかもしれないっていうところでやってるかもしれない、賞金かけてやってるようなねスポーツだってそうだと思うんですよね。なんか大変っていうね、うん、もちろんこうサラリーマンみたいなのを見てもやっぱり低収入本当にすごい稼いでる人もいますけど、それは一部の人であってですね、多くはですね、限られた賃金でですね、まあやっぱりね、ということでどの世界も一緒かなと私は思ってしまうわけですが、はい、そういった中で、ね、こういう仕事をしながら、しかもお金を自分だけじゃなくて雇う、うん、本当に大変でございます。はい、さあエンジン始動。OK。そしたらエアフィルターですね。エアフィルターでございます。エアフィルターはね、こっち側にあるんですよ。当たり前ですか？ね、前も、さっきもほどもやってましたが、これね、インジェクションとキャブ違うので、処理にお見えにならないな。ただ、この止めてるネジは一緒なんですよね。数はね。いや気持ちいいな。タイヤが正しいけど、やっぱり電動だったりするね、ドリルね、ウィーッってね。あ、インパクトエンジンつければいいのか。まあ余計なことでございます。でエアフィルター代はこれね、今回このエアフィルターの交換に対して工賃はいただけない、さすがにいただけないですよね。前回ね、点検して開けてね、交換した方がいいですねって、あ、でも物がないからなんつってね、じゃあ今度っつって、物が入ったらっつってるわけですから、これはエアフィルターだけいただく感じでございます。で結局二度手間ね、うん、二度手間って言うと変ですけど、まあ、そういうことになっちゃいますよね。うん、あ、このスクーターは、ほー、ステッカーここに貼ってある。あれですね、キリンっていう漫画に出てくる、喫茶店、マスターがいる喫茶店と同じ名前かな、のお店ですかね。場所変わったんですよね。前、船取り沿いに確かあったと思うんですけど、土地あそこを広げる、多分道路かなんか、最終的にね、2車線になるとか、そういうあれで、今、買収してるみたいで。これですから。変えなきゃダメですよね。これね、真っ黒ですから。ちなみにこっちがね、先ほどのインジェクション。ね。どっちも真っ黒。で、似てませんか？似てますよね。すごく似てますよね。だけどね、ここの部分が違うんですよ。この、微妙に、この R が。これインジェクションよ。こっちキャブちゃう。だからインジェクションをつけようとすると、つかないんですよ。合わないんですよ、これ。すごいですよね。なんでこれ変えたんですかね、ほんとね。ここわかります？微妙に合わないんですよ。こっち合ってますよね、ほら。この、全然違うんですよ。インジェクションとキャブは。それで、何インジェクションでつくんじゃないのなんて思ってやると、あ、つかないじゃんってことになるわけですよ。なので、キャブ用のやつをちゃんと用意したい。で、私だけじゃないんですが、これね。やっぱりね、バイク屋さん仲間ではね、もうね、全部一緒にしちゃった方がいい。っていうことをいつも常々話になります。はい。今はね、ホンダのジョグ、ホンダのビーノっていうのがありますけど、もうそのうちホンダのレッツとね、
ホンダの、なんだろう。わかんない。ホンダのレッツにした方がいいんじゃないですかね。ダメですかね。ホンダのレッツ。あ、入らないよ。ホンダのレッツにした方がいいと。常々ね。うん。で、そうすると、みんなほら、一緒じゃないですか。消耗品関係。外装がちょっと違うだけですから。非常に、販売でもやりやすい。何が来ても、どこのメーカーが仮に来ても、変わりますよ、つって交換できるじゃないですか。タイヤサイズも一緒。ね、スパークプラグも一緒。エアフィルターも一緒。ね、みんな一緒で、いいですよね。変に意地張ってね、いや、うちは、自分のところで作るぞっていうのは、あまりいろんな面でね、この、今のご時世、売れないご時世にあったんですね。あまりそうよろしくない。ね。うん、と、私は思うわけでございます。はい。皆さんはどう思いますか？ね。で、これなんか俺、そうすると今鈴木さんはレッツとアドレス V50 ってまだあるんですかね、レッツとねありますけど、だからまあどっちの名前残して、まあレッツでもいい、レッツでいいと思うんですけど、レッツ残して、でジョルノベースの車両で、昔ベルデでしたっけ、なんかありましたよね、ちょっとレトロチックな鈴木さんのスクーター、でそれを名前、そういうなんか新しいね、だ要はヤマハの B の、ホンダのジョルノ、そして鈴木のなんとかみたいに、で全部2車種ずつね、いいっすよね、いいっすよ、うん、で私まだタクト乗ったことないんですよ、恥ずかしながら。エンジンかけたことあるかな、見たことはもちろんあります、はい、見たことはあるんですけど、映像も撮ってますからね、実際に乗ったことないんですけど、話によるとすごくいいらしいので、で、カーボン紙も起きない。徹底的にその部分に関して対策を練っているっていう話で。しかも、静か。速い。なんかスピード60キロ以上メーターで出ちゃうらしいんで、それは全てね、聞いた話です。私実際に乗ってないんです。ただ乗ってみたい。そういう話聞くと、また乗ってみたくなりますよね。すごいいいよって。いいよっていうのは今までのに比べてってことですね。なんで、もうね、そう、それを考えると、やっぱりちょっと、鈴木の空冷のやつはちょっと、厳しいっていうふうに、やっぱり言ってますね。うん、一緒に競売してるお店はね、うん、できた、いいですね、終わりましたね。プラグはね、この間変えたんですよね、だからね、で OK ですね、うん、そうなんですよ、そのあたりがね、で私は思うんですよ、タクトね、タクトね、ドライブケースにホンダって入ってるんですよ、あれ入れない方がいいですよね、だって型でわざわざそういう型を作ってるんでしょ、入れなくてもいいじゃないですか別にね。そうすれば、例えばヤマハのジョグだろうが、まあ、仮にですよ、鈴木のレッツになったとしても、ホンダっていう名前はないわけだから、その方がいいような気がするんですよね。うん、なんかこう、これ見よがしに見えるとかにホンダって入ってて、これヤマハじゃないのっていうのはちょっとね、どうかなと私は思ったわけでございますが、まあそんなことは、まあある意味どうでもいいことかなと、まあ思いますが。時代はね、そういう変わってますね。独自の企画で自分たちだけっていうやり方じゃないですよ。だってパソコン見てくださいよ。昔はね、NEC だの、富士通だの、シャープだの、みんな違う企画で作ってて、それで、ね、でソフトウェアのシェアをこう取り合ってたわけじゃないですか。で、結局ソフトウェアメーカーもいっぱい売れてるハード、いっぱい売れてるところのまずソフト作りますよね。やっぱり新しいのとか企画とか出してきても、なかなかそれに賛同はしてくれないわけですよ。参加してくれない、賛同じゃ参加してくれないわけじゃないですか。で結局そういうことやってて、いつの間にか全て取られちゃったわけじゃないですか、 IBM 系にね、DOSV 機に、
まあ、パソコンだけじゃないですよね。そういうのいっぱいありますよね。例えばなんビデオテープも VHS とベータみたいなね、まあ、レーザーディスクと VHD みたいな、他にもなんかいろいろあるかと思うんですけど、やっぱりそういうのはね、もうね、あのシェアをね取り合うって流行んないですよね、うん、いっぱい売れるのは別ですよ、すごく売れると、もうどのメーカーもうどんどん売れるっていうんだったらいろんなのがあってもいいと思うんですけど、この売れない時代にですね、ね、そうなんかコメントいただきましたね、原付が売れないのはそんな別に免許制度とかそういう問題じゃなくて、消費税増税と、政府のなんだまあそれもあるかもしれない、うん、それもあるかもしれないですね。ただ消費税をじゃあゼロにしたら、消費税じゃあスクーター原付はかけないようにしましょうって言ったら買いますかね、税金もかかりません、買いますか。その他に関しては一緒、今までと買わないんじゃないですか。それでもそれそうだったとしても、やっぱり電動アシスト自転車の方がいいんじゃないかな、便利なんじゃないですかと思えちゃうんですよ、うん、止める場所もいっぱいあるし、お金もあと基本的に税金かかんないね、維持、まあ原付税金かかんないようにすればいいっていう見方もあるんですけどね。でも原付例えばあと子供お子さんがいた時にね、3人の乗りできるわけじゃないですか、自分とあと前後にね、お子さん2人、1人ずつ乗せることができる。でも原付はそれできないんですよ、1人も乗せることできないんですよ、自分しか乗れないんですよ。そういった面もねありますし、いろんな面でこう不便な部分が多いじゃないですか、うん、厳しいですよね。もちろん消費税がゼロになって、もし原付だけ消費税かかりませんって言われたら買うかもしれないかな。いやでもな、50はなって感じですよね。免許持ってる人はねそう思いますよね、50はなってね、30キロですしね、法定速度ね、取り締まりの対象になりますからね。電動アシスト自転車は取り締まりの対象にならないですからね、スピード出してもね。仮にですよ、電動アシスト自転車で60キロで走ってたってスピード違反にはならないんですよ出ないでしょと思うかもしれないですけど、ロードタイプになったら出ますよね出ますよ、本当に乗る人によっては。だけど原付はね、45キロとかで走ってると、うーってすぐもう、はいこっち来てください、はい止まってって言われちゃうんですよね、ちょっとね、そのあたりが、うん、まあ、話はだいぶ逸れたんですけど、やっぱりね、企画をね、全部統一していただくと、あの販売店とか、その整備屋さん、整備業者もメリットありますしね、余計なもの置かなくていいし、いちいち別分けなくていいし、消耗品みんな一種類持ってればいいわけですから、それでみんな対応できるわけですから、そうすると、量販店とかは、もう楽、でも、楽ですよね、そうなった方がね、いろんなもの置かなくていいですからね。あんまり面白みがなくなってくるけど鈴木の、そしたら川崎もね出したいじゃないですか、川崎の何がいいですかキムコは作ってますけどね、川崎のね、うん、そう、でもキムコって入ってないと思いますよ、多分至る所にみんな入ってないじゃないですか、うん、そうですよね、そういうもんですよ。これ見回しにホンダって入ってるのはいかがなものかなと私は思ったわけですが、まあね、うん、それは仕方がない部分なのかもしれません。はい、そんな感じですね。またあ、そうだ、明細作んないと、トゥデイのね、リアタイヤとエアフィルターの交換をさせていただきました。ありがとうございました。